おはようごござざいいまますすので先日から何度かお伝えしていきてますけども2017年から2018年に、えーまあ、募集されたですね暗号通貨の案件 ICO の案件でこれはどうかなっていうのがね、えー、次々と NG になっていくというか、まあ、限りで破綻して回収が不可能になってきたということが、まあ、明らかになってきましたまあほとんど確定ですねこれはね、えー、有名なあのコインもお有名人が案内してるあのコインも 次々ともうどうにもならなくなってきたということで、ねえー、ささやかな希望を持たれている方はもう次のステップ進んだ方がいいのかなと思います、まあ、個別銘柄でお伝えするのはちょっとねおやめしておきますけどもそっか塾の放送をずっと見てくださった方私はですね i c o に関わるなと暗号通貨を買うんじゃないよと、うん、投資一番難しい投資は暗号通貨だよと i c o だよということを言い続けてきたのでご購入された方はまあ非常に少ないとは思うんですけどもね,うん、まあ、でもね不幸にして 私の放送の前に購入された方とかそして私の放送も、まあ、見ていたんだけどもまあでもねちょっとちょ挑戦してみようかなという気持ちでされた方ちょっとまあ今回は、えー、大きな傷とともに大きな経験になったんではないかなと思います、まあ、そこにちなんでですね今日の放送はですね、うんまあ、暗号通貨の案件というふうにくくらないんですけどもこういった投資案件ビジネス案件、まあ、MLM もそうですけどねこういったことに関わるときに 特に人に紹介を出した場合とかね、ね人にご案内を出した場合に、どういうことをしていけばいいかってことをちょっとお話ししていこうかと思います、まあ、それはですね大きく分けて2つあります、1つはですねその何かの案件を紹介した後に、もう知らんぷりを決め込むんではないってことなんですよ、例えばね何かの案件を紹介しました、紹介して契約するまでは一生懸命なんだけど、契約してもらったらもう関係ないよみたいな感じでね、ねもう完全に発信をやめてしまうんではなくて、契約した方に対して、 やっぱり一定の教育を施す必要があると思うんですよ。どういうふうにリスクヘッジをしていくのか、あそしてです、ね、その案件がダメになったら何をするべきなのかってことね。こういうふうなことをずっと発信していくべきだと思います。で、もう一つはね、実際に危機に陥った場合に、どんなメッセージを送るかってことなんですよ。この暗号通貨の案件、関わっている方はね、まあ、ちょっと個別銘柄あお伝えするのは控えておきますけども、この案件、あの案件、その案件と。もしこれで、えー 資金が取り出せないってことが分かったらじゃあどういうふうな方向転換を自分は図るのかそしてどういうふうな方向転換を提案できるのかってことをねやっていけるかどうかってことになります、えー、例えば紹介をしたのに、えー、何にもね、えー、お伝えしないと何にも情報を出すことができないということとかあとはもうその案件が、ね、ダメになったときに自分まで狼狽してしまうとかねそういうことでは信頼を失ってもしょうがないと思います。まあ、極端な話で言えば その自分の紹介した案件で信頼を失ったってことはもともと信頼されるような人間ではなかったということなんですよ。何かかビジネスを紹介したいとか それから投資案件を紹介してそれが失敗してもなおついてきてもらえるような人間関係を作っているかどうかってことが求められているのかなと思いますさあそれではですね投資案件と暗号通貨案件はこの辺にしときましょうかちょっとねあのどんなこの案件は大丈夫ですかって問い合わせられても私はちょっと今回はお答えできませんあまりにもね多くの方が <laughs> ショックを受けられると思いますんで、えー、それでですね危機に陥った場合の対策といいますかね危機に陥った場合どういうふうに ししていいるる人がののかってことを冷徹に分析したあ私の、ね、考えがありますので最後にまとめさせていただきます危機に陥った場合まずはですねなんとかしろどうにかしろ助けてくれおいおいあいつのせいだこいつのせいだあれをしろこれをしろっていうふうに危機に陥った時に結局自分ででは何もできずにワーワーと騒ぐだけの人がいます危機に陥った時にだったらどういうふうにしてこの危機を改善できるかなっていうふうに考えて提案して 行動する人がいますすこういういい人もいますよ、ねまあ大きく分けてこの2つなんですけどもこの動画をご覧になっている方危機に陥った時にもしくは何か心配事が起きた時にどっちに属しているかなってことをちょっとね冷静に考えていただきたいんですよ。やばいぞこれはどうなってるんだって時に文句ばっかり言って問い合わせばっかりして情報ないか情報ないかっていうふうにしてどん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 狼狽していく人とそうだなとこういう時こそ自分の力が発揮できるなと思ってね積極的に えー、協力していく人自分の能力を発揮する人自分の知恵を出していく人しまいには自分のお金も出せる人どちらの方があなたはそういう人についていきたいですかってことなんですよ狼狽する人勇気づけてくれる人どっちがいいですかそして自分はどっちになりたいですかそして今どっちの自分でいるでしょうかってことがね、えー、よくわかるんではないかなと思います危機に際してピンチの時ほど人間性がわかるっていうのはねほんと昔からよく言われることなんですけどもそうだなぁと自分の姿を見る,時見るためには ピンチの時、順調な時はみんなね同じなんですよ。順調な時はもう安心して安穏としているんですよね。ただやっぱり順調な時にリスクヘッジをしている人もいるんですよ。順調な時に、いやいやこれはなかなか続かないぞと、危機に陥った時のための準備をこういう風な時こそしておかないと、という風にして、ね、きちんと備えておく人もいるわけですよね。皆様はどうお考えでしょうか。それでは、いってらっしゃい。